軽石軽石とは火山採設物の一種で海上で多孔質のもののうち単色のもの。浮石あるいは浮岩とも言う。黒っぽく多孔質のものはスコリアという。軽石は浮石などの別名が示す通り多孔質のため水に浮くものが多い。海岸近くの火山や海底火山の噴出物として排出された場合、遠くの海岸まで流れ着くことが多い。このため、 火山噴火のあった時から、しばらくの間、石浜海岸において、時折、軽石を採取できることもある。主に流紋岩質、安山岩質のマグマが噴火の際に、地下深部から上昇し、減圧することによって、マグマに溶解していた水などの気発成分が、発泡したため多項質となったもの。発泡の程度は様々で、発泡の悪いものは、 火山弾や火山歴に移りかし明確な区別は決められていない。発泡しすぎて粉砕されると火山灰となる。軽石の色は全体としては白色、灰色、黄色などの単色で無色黒色の鉱物結晶を含むことがある。これはマグマが発泡する前にすでに結晶となっていたものである。結晶以外の部分はガラス質で固まる前に泡が引き伸ばされて 周囲のガラスが繊維状になっていることもある。水に浮く軽石普通の軽石は蒸気のように溶けたマグマから直接できるものであるが、1989年、低止階級噴火の際にそうでないものが報告された。これは白っぽく発泡した軽石の外側に黒っぽい溶岩が張り付いたもので、黒っぽい溶岩が低止階級噴火を引き起こしたマグマと判断された。 内側の白っぽい部分をよく調べたところ、伊豆半島に広く分布する第三期の業界岩が発砲したものであることが分かった。つまり、低止階級噴火を起こしたマグマの通り道にあった古い岩石がマグマによって加熱され、一部が溶けて発砲したものと考えられる。材木状軽石と呼ばれる浮かない軽石がある。鹿沼土身近な用途としては切り出して、 小半径に加工したものが、かかとの角質化した皮膚をこそげ落とすために使われる。最近では、よりきめの細かい人工的な軽石も作られている。また、多孔質のため保水性が良いので、園芸用土として使われる。代表的なものが、栃木県鹿沼市から産出し盆栽等に使われる鹿沼土である。工業用土としては、 軽量コンクリートの骨材として用いられる。古代ローマ時代に用いられたローマンコンクリートも軽石を骨材に用いていた。ありがとうございます。